はい、皆さんこんにちは、熊谷康政です。今日はなんだ、今日は時間あったんでゴスパクやりたいと思います。今ちょっと練習 しました。今日はですね、今日はなんかなんだそれレベルかもしれません。ですが、まずここはこれメロディーなんで A フラットオン G フラット、だから A フラット G でちょっとここ これ刻みますね、5度で。これはまあメロディーに合わせて弾くんで、まあこれはこれでいいんじゃないかなって感じです。このフィルが入るんですけど、まあ、これ G フラットメジャーに合わせていくんですけど、これ結構ゴスペルの人やってますよね。これが G フラットの1、5で9、5でダダダダ、5度のと連打ですね。G フラット D フラットと A フラット D フラットで、次また G フラット、3拍目の頭は G フラットメジャーなんだけど、で、これ、こう、ダララーンっていうのが、ダララーンが聞こえるんですけど、上の5度はずっと押してんのかな。だから、1と5を最初に、で弾いて、こっちは1、5を最初に弾くんですね。で、真ん中の 3度に向かってダラダラって聞こえるように、ちょっと譜面の書き方がよく分かんなくて、装飾音符をこっちに書いたんですけど、後で見てもらいたいんですけど、まあそんな感じ、こういう感じ。こうだから叩いて、もう一回叩叩叩タタタとタタタとタタタがありますね。タタタタタですね。タタ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 タの時にタタタタ、こっちは一緒に入ります、左手。時の左手が3 G フラットの351ですね。まあコードトーンなんですけど、351なんで、なんつうか、まあジャズのストライドで、ね、こうなんつうの、ダッダッダッ、こう15 1度、コード5度、コード1度、コード5度、コードみたいなのありますけど、ストライドの時タッタッタみたいなコードが2度続く時ありますけど、まあ、そういう感じでコードの方から入っていくんですね、ここね。かっこいいですよね。パッと出ないな、僕だったら。完全に次の B フラットのコードに対する5度の、まあ、ベースラインですよね、要はね。よくこんなのとっさに出るなと思って。すごいな。で、最後の4拍目は B フラットなんですけど、 B フラット7ですね、これね。この A フラットの音が、これは単純にこの刻み方いいっすね。ベースラインが1と1度なんですけど、こう最後の、なんだ、一番最後に16分音符で入ります。ダダダダですね。
これでだんだん傾向が、左手のベースラインの傾向がだんだん分かってきましたけど、こういう時ダーダーダーっていくのとか、あと他見渡すと、あとコードをこうやっぱ弾く時はなんていうの、すぐ行きますね。これダンダンダンとか、あとはこういうとこ、ちょっとこれはいいや。なんかこれか。次の一旦ルート弾いた後の音がどのタイミングで来るかっていうのがかなりバリエーションがありますね。こうね、タッタタッタリタッタタッタリタッタタッタリタッタタリ、あとはあ、これもありますね。これだとタッタタッタッタッ、すぐ16分音符すぐ2つ目入りますね。タタタでね、タタタとか、あとはまあ8分音符だったりするんですけど、この16分音符がどこで入ってくるかっていうのも結構全部同じじゃないから、相当バリエーションつけてやってますね、この人すごいですね。今回のこれはこれもいいっすね、パクりやすいっすね。どうっすか、右は513で、まあ簡単で572って言ってますね。でこっちがルート、タタタタですね。タタタタ、これいろんなとこで使えるんではないでしょうか、これは簡単に。なんでまあ今日そのポイント2つですね、これこのフィル15を押さえて弾く、まあ簡単な135で弾くやつで、でこ左手はコードから入る、まあ例えばあれかな、Reason Why I Sing ですね。使いますね。で、この時に左手も351のやつコードから入って、で、まあ、次のコード E メジャー、 E フラットメジャーなんで、もうこれ同じベースラインでちょうどこと足りますね。今日はかなりベースラインを、左手のベースラインを、よく考えてみました。はい、といったところで今日結構長くなってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。さよなら。